大将大将、このお店で一番原価率高いやつちょうだい。はい、だから原価率だよ。原価率、売り上げにおける原価の割合だよ。原価率高ければ高いほどお店は損するわけじゃん。まあってことはこっちは得ってことよ。そうだよね。そうかもしれませんけど、そうだよね。だからとにかく原価率高いと欲しいんだ。いやいや、お客さん、そんな原価率気にするよりも食べたいもの頼んでくださいよ。だから俺の食べたいものは原価率高いやつなんだよ。いやいや、そんな気にしないでくださいって。いくらなのよ。あ、原価率教えてよ。そんなお客さんに教えるもんじゃないから。例えば醤油ラーメンの原価率いくらなのよ。教えれませんって。そんなのいいじゃん、教えてよ。やだよ。例えばでいいからさ。いや、教えれませんって。一応一応、はい、原価率と 34%。 やめてくださいって。 34% なんだ。やめましょうよ、こんなの。じゃあ塩は言えませんって。塩ラーメン教えてよ。はい、原価率と6%。低い、低いじゃん。やめましょうって、もうこういう話は。味噌はどうなの。もうやめてください。味噌ラーメン原価率と 89%。 高い。勘弁してください。味噌ラーメンそんな高いんだ。味噌チャーシュー麺の原価率とか聞かないでくださいよ。ちょっと何、そんな高いの。じゃあそういうことじゃなくて、はい、味噌チャーシューの原価率もどん 99%。 ほぼ100じゃん。やめましょう。すごいな。ラーメン以外どうなの。餃子関係ないでしょ。はい、餃子の原価率と 17%。 あー、だからどこのお店も出すんだ。やめて、からくりが分かってくるね、これね。やめてよ。じゃあ味噌チャーシュー頼んじゃおっかな。わかりましたよ。ちょっと待って、あれ、この感じ怪しいな。何ですか。味噌チャーシューが一番上じゃないでしょ。そんなことないですって。もっと上あるね、これ。いやいや、あ、言えませんって。なんだ、いやいや、海鮮系とか高いんじゃない。いやいや、違いますよ、ね、エビチリ違いますよ。じゃあ行っちゃいましょう。エビチリの原価率と 192%。 出た。ということは、俺の注文はエビチリで決定だ。数字じゃなくて味を見て。